皆さんこんにちは。いつもチンチララマルくんとネネちゃんをご視聴いただきましてありがとうございます。今日は久しぶりにベタちゃんズの動画を上げたいと思います。3ヶ月ぶりぐらいですね。で、前回は、7人いたんですが、1人お空に行ってしまいまして、6人になりました。で、じゃあ6人のベタちゃんズを紹介したいと思います。この子が一番長老の子ですね。赤いんですけど、ちょっと体に多少ブルーというか点々とブルーが入ってる子なんですね。わかるかな。とってももう体も大きくて可愛い子です。どうぞよろしくお願いします。で、この子が同じ赤い子なんですが、まあ後から来た子で、もう本当にノーマルな赤い子ですね。元気にしてます。はい。で、あれ、はい、この子、おーい、白い子、白いホワイトちゃんなんですが、唯一この子は女の子ですね。もうヒレっていうか体の感じがもう女の子だと思う。買った時に男の子か女の子かっていうのがちょっと分からなくて、でも見た感じも女の子だなと思って、でもすごく可愛い子です。白くてホワイト、美白な子ですね。可愛いです、すごく。で、この子が、オレンジ、最初は割とクリーム色っぽい子だったんですが、成長するにつれてちょっと割とオレンジに近い色になってきました。すごくこの子も可愛い子です。元気な子です。あ、正面顔が可愛いですね。で、はい、この子もまあ長いかな、うちに来てから。色がすごく綺麗な子で、体がブルーで、あとヒレ、体がブルーでヒレが赤く入ってますね。赤が入っててすごくカラフルな子ですね。この子は綺麗です。すごく綺麗な子です。元気です。はい。で、あれ、いない、あ、いた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 、この子はもうブルー、青い子、おーい、どうした。ブルーなんですけど、割と濃い
なんでだ、藍色って言ってもいいぐらいの濃い青の子なんですけど、よいしょ、ちょっともうちょっとこっち来て、ちょっとちょっと、ああ来た来た、前のヒレにちょっと赤が入っていて、まあ、全くのブルーではないんですが、まあ、ほぼ体全体がブルーで、で前のヒレに赤が入ってるというとっても綺麗な子ですね。可愛いです。みんな本当に元気でいてくれて、ドゥン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 とみんな可愛いです。すごく可愛いです。よいしょ。ということで今回はうちにいるベタちゃんズ6人の紹介でした。チンジラのランマルくんとネネちゃんともどもどうぞよろしくお願いします。皆様ご視聴とご視聴ありがとうございました。コメントなどいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。